毎週月曜日のこの時間はもっとヘルスケア健康福祉情報をあなたにお届けしております。2月最終週第4週の今日は B 型肝炎、C 型肝炎、ウイルス性肝炎の最新情報をお届けいたします。スタジオご出演は医療法人社団水色の木漏れ日肝臓クリニック札幌から川西輝明さんです。川西先生、今日もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか、病院の周りは春はやってきておりますか。そうですね、雪がだいぶ溶けてきて、だいぶ溶けました。歩きやすくなって、微妙に氷があってちょっと滑りそうなそうですね、帰って危ないあのお家の周りとかはいかがですか。うちの周りは私あの定年に近い仕事なので、すごい輪立ちができて、輪立ちができている状態で、すごい埋まってたのが、やっと排泄が入って通りやすくなったということでしたね。ここら辺もね、この間排泄入ってなんか見通し良くなってよかったなって感じが、なんかね、先週の木曜日かな、はい、土曜日の夜がすごくって、うちの周りだけでも 5,6 台止まっては引っ張られていったって言ったから、私も1台助けはしましたけど、あ、そうですか、すごい自分の車も生まれそうになりながら助けているのでここは危ないと思いながら、みんないっぱい苦情の電話してたみたいですね札幌市大変だと思ういや、そうですねそう、まあ、だんだんとね暖かくなってきておりますけれども、ね、はい、この1ヶ月はいかがお過ごしだったでしょうか。はい、札幌での肝がん検診が2月の17日にありまして、はい、70人あの受診してくれまして、ね、たくさんの方参加してくださって、はい、でやっぱり初回の人で見つかる人も多くてですね、膵がんの疑いが3人と、まあ、肝臓がんの疑いの方が1人、はい、あと C 型肝炎のウイルス治療もうほとんどの人が受けてるかなと思っていたんですけど、毎年進めてる方でまだ受けてない方が2人ぐらいいて、なかなかやっぱりタイミング難しいのかなと思いながらね見てます。あとはやっぱり脂肪肝の人が随時ねだんだん増えてきてる感じで、はい、あのいろんな同心さんだとかも載せてもらったりとかして集めてはいますけど、まだまだ脂肪肝のチェック足りないんだなっていうのが実感されているところです。あと医療公演は21日に、はい、20日か、21? あ、そうね、21ですね、はい、20日って書いちゃってたな、21日の木曜日に20人ぐらい集まってもらって、うん、はい、知って納得医療制度と頭の健康ということでね、あの肝臓の制度が去年からね、うん、あの先日大野さんも紹介してくれましたね、はい、あの肝癌や重度の肝硬変の人の、まあ、あの申請の仕方というのがね、うん、変わったので、それで、はい、まあ、その説明を、まあ、品川、事務局長が事務局がやってくれて、うん、はい、まあ、それで患者さん方も聞きながら、もうなんせ難しい、あのいろんな道と、ね、国とが混ざっている制度なもんですから、うん、そういったところの使い分けだとか、あと、まあ、よく聞いてみるとやっぱり1年間のうちに3回以上の入院が必要だったりだとか、そういったあの縛りっていうかな、はい、あの許可する上で あのハードルっていうのが何個かあって、うん、まあ、まだまだこう肝硬変や肝がんになったら全ての人が受けられるっていう制度にはなってないんだなっていうのは ね、まあ、よく分かりました、うん、ということでございますが、はい、あの今日改めてですね、肝がん検診について少し伺いたいなと思うんですけれども、はい、まあ、今回この石狩地区札幌 の、まあ、この2019年に入ってのものが終わりました。でさっき70名の方が受診してくださったとお話を伺ったんですけども、はい、そもそも肝がん検診を受ける必要がある方、受けた方がいい方っていうのはどういう方なんですか。はい、もともとこの肝がん検診っていうのの出発点は、はいはい、本当に超音波の検査、エコーの検査がやっと機械が肝臓がんを見つけられるようになったっていう、それが1981年頃でね、はあ、エコーの映像、画像で見つけることができるようになった。で、まあ、全土各地に肝炎ウイルス B 型や C 型のウイルスを持った人たちがいる中で、うん、はい、肝臓がんがどんどん出てくるような状況にその人たちの中からということですね、はい、なってくるということで始まった検診なんですね、うん、だからやっぱり肝臓がんになりやすい人たちっていうのを、はい、まあ、最初はウイルス性肝炎 B 型、うん、C 型がせい肝臓がんができやすいということで、うん、まあ、その人たちを中心にやってきてたっていうのが対象にしてきてあったんですね、うん、でやっぱりこの何年か、まあ、5年ぐらい前からですね、はい、やっぱ脂肪肝から脂肪肝炎、肝硬変、肝がんが出るってことが、うん、その移り変わっていくってことですね、はい、それまでは脂肪肝はね、食事療法ちょっと気をつけていれば死ぬことはないし、がんになんかならないなんて私たちも思ってたのが、もうそこら辺の発想が変わってきて、違うですね、なのでウイルス性肝炎を見つけるのももちろん大事だけども、脂肪肝を見つけることも大事っていうことでね、まあ、肝がん検診の中身としてはもう誰が受けてもいい検診っていうふうにね、
専門医に一度かかってそれで必要性をあの判断してもらってください、ね、それで必要だって言われたら毎年受けてもらったらいいし、うんうん、あの肝臓がんの危険性はかなり少ないしってことであれば、うん、他のがん検診をねちゃんと受けてもらえばいいしっていう意味では一度はぜひ受けてもらいたいっていう検診に、どなたでもっていうこと必要な検診っていうことですね、はい、そうですね。で脂肪肝って言っちゃうと、はい、太った人ですねっていうふうにね思う方も多いんだけども太ってない方にも3割ぐらい脂肪肝の方がいるっていうことがね、はい、脂肪肝の方痩せ方の方男女も関係ないですか、そうですね、それは男女はまあ男性の方が多いですけど、あ男性が多いですね、うん、脂肪肝10人いたら3人は痩せてるんですよね。だからそういう意味では痩せてるから安心できないっていうところもあってね、はい、まずはあのぜひ受けてほしいっていうことを言うようになってきました。そうなんですね、はい、いやなんか僕の周りでもそのなんかこの間病院に行ったらちょっと脂肪肝だねって言われたとかっていう声とかを結構聞いたりするんですよね、はい、大丈夫なの？っていう話をするんですけども脂肪肝ですって言われてそれがなんか急にみたいなその全員が全員なんだろう危険なことになるわけではないんですよね、うん、脂肪肝の時期であればまだ間に合うっていうかな、はい、脂肪肝から100人いたら20人ぐらいが肝炎を起こすって言われていて、まあ、それは日本の比率なんですけど、はいはいはい、肝炎を起こさないように脂肪肝の時期で食事療法だとか運動療法すればそこでブロックできるので、脂肪肝に入っちゃうとまた1段階進んでしまうから、その前の段階で生活習慣を改めてあのいい状態を保てればね、多分がんにならずに済むだろうっていうのが、ね、今のねあの考え方になってるね。じゃあ脂肪肝ですねって言われたら、それは自分の肝臓の周りに脂肪がついてるってことなんですか？肝臓の細胞の中に脂肪が溜まってくるってことなんですか？肝臓の細胞の中に脂肪が溜まってくるってことなんですか？肝臓の中で脂肪の、むしろまあ筋肉でいけば霜降りですよね。そういった状況で肝細胞が脂肪を取り込んで一生懸命こう体を守ろうとしてくれてる反応の一つだと思っていいですよね。自分の肝臓が霜降り肝臓になっているってことなんですか？まあ、そういうふうな患者さんが分かりやすいのでね。ああそうなんだ。だからあのよく言うフォアグラってね、自分の肝臓を脂肪肝にした状態、はい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 、あの要するにあれは肝臓が本当に油の比率が上がっている状態、ね、だから美味しいわけですけども、ね、自分の肝臓があんなふうになってるって思うとちょっと、うん、どうすればいいんだろうって思う。やっぱ食事の療法でちょっと改善は、ね、一番は食事療法で、二番が運動も合わせてだけど、合わせてってことです、ね、まずは食事のとこ頑張っていかないと、うん、まあ、将来的にね脂肪肝でがんができるのももちろん嫌ですけども、はい、脂肪肝を起こしやすいそういう習慣を持ってると糖尿病も高血圧もいろんな他の病気にね起きやすい状況になってるんで、だからまあメタボ検診もね、はいはいはい、ありますけども、メタボになってなくても脂肪肝の人もいたりするし、うんうん、そういった意味ではあの脂肪肝という視点で体をチェックしようっていうのもあの非常に有効だなと思います、ね、それこそ外側からは分かんないから、その映像で見てみないと分かんないってことですね。一、ね、人でも多く肥料をやれるっていう、ね、チェックってことですよね、はい、いくつぐらいから見てあらいいとかありますか？今はですね、あの職場の検診とかでも若い方見つかるようになってきたので、職場検診受けてる方は本当20代からでも、ああそうなんですね、早いうちに本当に昔と違って若い方の脂肪肝増えてるなっていう実感があります。40過ぎたら当然受けてほしいし、40過ぎたら当然なんですね、受けてほしいし、はあ、いや職場検診がない方とか、ね、フリーランスの方とか、うん、ね、自営業の方とかないじゃないですか。そうなんですよね、だからなんか僕もなんか、ね、年齢的にいろいろなんかもう調べなきゃなっていう危機感はすごくあるんですけども、はい、若い方でもやっぱりそういう脂肪肝が見つかることもあるってことです。じゃあ本当年齢関係ないですね、うん、そうなんですよ本当に、一度も早いうちの方が絶対いいですから、ね、若いうちからやっぱ生活習慣を、ね、ちゃんとしてればいろんな病気の予防になるのは ねもう分かってるんで、積み重ねですもんね。そうなんですよね、私も20代のうちに知ってるようなって思いながらまあ40過ぎてから実感したっていうところですよ ねっていうことがありますね、はい、あとさっき伺ってたのが、まあ、今回幸い肝がんの方はいなかったということなんですが、はい、膵臓腫瘍の疑いの方が出てきた、この肝がん検診で膵臓 の異常が分かるんですか？
これはですね、腹部エコーの検査っていうのをするので、はいはいはい、肝臓だけ見てるわけじゃなくて、うん、肝臓の周りも見れるところは全部見てるんですね、はいはいはい、だから腎臓だとか膵臓もそうだし、脾臓もそうだし、胆のうもそうだし、腹部の主たる臓器を大体見てます、うん、で胃だとか腸になるとあの空気が入ってて見えなかったりとかするので、そこはあのエコーの得意な分野ではないんですけども、うん、エコーの機械の進歩のおかげで5年ぐらい前から膵臓の腫瘍がすごくよく見える、はい、見えるようになったんだ。まだ膵臓全体は見えるわけじゃない人も結構いますけどね、膵臓、はいはい、の一部は確実に見えるので、その一部のところに出てる変化で他のところに癌があるかどうかっていうのを推測するような段階になってますから、膵癌の危険を持ってる人ももちろん腹部エコーっていう意味で、まあ、肝がん検診受けるっていうのも一つではあるんですよね。それはその黒く見えたり白く見えたりとかするってことなんですか？そうですね、膵臓の場合は大きくなるともう1センチ超えた時点で手遅れになっちゃう人もいるので、大きく普通の通常の大きさなので、腫瘍が見える前に見つけれる人を、うん、まあ、ラッキーかなと思っているようなところがあります。なので、腫瘍ができると膵管って膵液の流れるところをちょっと流れを悪くするんで、膵管が拡張するんですよね、うんうん、だから腫瘍が見えなくても管が拡張しているところを見つけて、うん、なんか病気あるかもしれないっていうふうにして調べていくっていうようなやり方が今は増えてきていますね。なるほどね、はい、だから、まあ、肝臓だけじゃなくて腹部エコーで他の臓器の、ね、異常なども合わせてチェックができるということですね、はい、この1回のエコーでということですね。あとごめんなさい、もう一つだけ、あの C 型肝炎の抗ウイルス治療を受けていらっしゃらない方がいらっしゃったということだったんですけれども、はい、これはそういう方っていうのは自覚症状がない方ということですか？そうですね、自覚症状がなくて病院にちゃんとかかってない人、うん、まあ、肝がん検診だけ来てるんだけども、はい、まあ、毎年のようにちゃんと行きなさいよって言ってても行かない人だと、あのかかってる先生が、あの、はい、C 型肝炎炎症も起こしてないしね、多分大丈夫でしょっていう話をして、はい、治療に入らないって言ってる方もいるんですけど、新型肝炎は大体あの数字的に炎症がないような方でも肝炎になってる人が多いんですよね、はい、じゃあ治療はした方がいいっていうことなんですね。新型肝炎ウイルスが体にいる時点で寿命を縮めてるっていうデータも出てきてるので、まあ、そういった意味ではあのできるだけ治療ができるようなね、そんな状況を作っていった方がいいんじゃないかなっていうふうにはアドバイスしてるんですけども。なるほどね、まあ、でも自覚症状がなくてとかだとね、仕事もできてるしって思うとなかなか行かないでそのままにしてしまうってことあると思うんですが、でもそのウイルスが体の中にあるってことは、まあ、外的というかね、ものがあってやっぱ炎症を起こしているっていうことなんですよね、体がね。で炎症が続いてるとやっぱり、まあ、そうなんですよね、うん、炎症ってもいろんな病気を起こすのが炎症炎症って最近言われるようになってきてるように、はいはいはい、新型肝炎も肝臓だけに炎症を起こしてるわけじゃなくて、いろんな臓器に何か炎症を起こしてる可能性があるみたいで、まあ、そういったところからいろんながんができやすくなったりだとか、あと糖尿病になりやすいだとかっていうのはもう前からね言われてるところなので、そういった意味でも本当にあのもう10年20年って肝がん検診していると、その新型肝炎の治療しとけばがんできなかっただろうにっていう人が何人もやっぱりいたのでね、早め早めに受けてほしいっていう思いでこう説明はするんですけどね、なかなかやっぱりその人のね、その一歩ね、許されてる状況っていうのもいろいろあってね、まあいろんな状況ですぐできないっていう場合もやっぱり人生のそのステージ上であるったりすると思うんですけどね。はあ、でこれ本当ウイルスを減らす治療ができるということですか？そうですね、今は見つかれば飲み薬で大体ウイルスを抑えたり、新型肝炎であればウイルスをほとんど消すことができるので、なるほど、体の中のウイルスっていうのが、うん、体の中で増殖していくわけですよね。そうそう、その増殖してたウイルスをもう本当にねゼロにしてしまうような薬。なるほどね、 B 型肝炎の場合は肝臓の中に住み着いているというか、まあ、遺伝子レベルで入ってしまうので、そういう意味ではゼロにできないんだけども、ただ治った状態と同じような状態まで持っていけるという状況になってきているので、そういった意味では早く見つけて治療に入れたら、もしくは入るタイミングを逃さないようにしてほしいなっていう、そういった検診の位置づけになってきますね。体の中のウイルス量をやっぱ減らしていってっていうことが、やっぱりその後の自分の健康にねやっぱつながっていくっていうことですよね。はい、ということでちょっとね詳しく、いつも肝がん検診行われましたって話は伺っているんですけども、
実際にどういうものなのかっていうところをこの機会にですね聞かせていただきました。今後なんですが、札幌地区ではまた行われる予定などありますか？はい、8月の初めに、はい、今度は木曜日、平日にはなるんですけども、はい、行う予定してますので、もし希望の方はですね、電話番号は0117088080の方に、ね、はい、電話いただき、あ、8080じゃない、それはクリニックだったじゃあもう一度改めて、0117281008ですね、はい、728-1008が肝がん検診団の電話番号になってますので、はい、お問い合わせいただければと思います。今回2月やって次8月じゃないですか、はい、基本的にね、この2回やってるような、そうですね、理想的には肝臓がんを2センチ以下で見つけようと思うと、うん、年に2回はした方がいいっていう、ね、なるほどね、半年に1回はやった方が、うん、これが胃がん検診とかと違うところで、うん、どうしてもエコーで見やすくなるまでっていうのは時間かかるので、早いうちに見ておいて次で見つかるっていうことがあるので、あるんですね。じゃあ半年前のエコーでははっきりしなかったけども、この半年後でグッと見えるようになるってことは結構進んでる状態で見つけるってこともあるわけですね。肝臓の中って、はい、いろいろこう血管あたり、はいはいはい、あたりってあるので、うん、どうしてもそのエコーでがんがあるんだけども何本見ても見えてこないっていうね、そういうこう硬さだとか超音波で見てるところの限界っていうのがあって、まあそういった意味では CT だとか MR とかを合わせるようにするっていうのがより精度が上がるんですけども、やっぱり病院かかってないような方はね、年2回検診だけでも受けて少しでも早いうちに見つけてほしいなって、予兆をね早めにやっぱりキャッチするっていうのが大事ですよね。はい、そうやってエコーでやってもらえれば9割以上は2センチ以下で見つかる、うん、まあ、残りの1割は残念ながら見つけられないっていう場合もあるんですけども、うん、絶対にそういったことをまあ進めていた方がいいと思ってます。いうことですね、はいはい、ということなので、まあ、今日あ、ね、お話したのはこの石狩地区札幌の肝がん検診でしたけども、はい、これ全道で、そのやっているということですね。そうですね、今ね回れる範囲では回っていますけども、はいはいはい、ということでございます。肝がん検診についてお話を伺いました。それではここで今日も1曲お届けいたしましょうか。その前に新型肝炎の新しい薬が、はい、ありますか、情報発売されることになって、どうも、はい、明日の26日に、ね、明日ですか、発売されるみたいで、タイムリーですね、はい、3月になるかもしれないが、ちょっと早まりそうだったので、はいはい、これで助かる患者さんがまた増えてくれると思います。はい、ということで新しい薬がいよいよ登場ということです、はい、薬のことはかかってらっしゃる主治医さんとかに新しい薬出たって聞いたんだけどとかっていうふうに言っていただければ、まあ、治療とか服薬とか、まあ、相談ができると思えばいいでしょうかね。あ、大体は見てる先生が適用があるっていう思う人に説明をしているような薬なので、うんうん、まあ、自分から使いますかって聞くよりも使える人には使ってみるかいって言われることの方がまあ多いとは思うんですけども、まあ肝硬変で腹水脳症があるような人たち向けの新型肝炎の薬っていう位置づけと、本当に何度も治療してるけども効かなかった人っていう意味でのあれなんで、まあ医者の方からも次これが出るよって言われてる人がほとんどにはなると思います、はい、じゃあいよいよって思ってらっしゃる方が多いってことですかね、はい、では今日の1曲は何でしょうか。諦めないでっていう曲をね、はい、歌いたいと思います、まあ、今日ちょうど国公立大学の受験日の二次試験の日でもあるので、はい、まあ、皆さんに諦めないで頑張ってほしいっていう思いでちょっと歌いたいと思います。諦めないで君の夢を、きっと叶う君の夢を、諦めないで今この時を、精一杯生きる人がいる、だから僕は君を見つめ、君をそっと支え続ける、だから僕は君と共に夢をきっと叶えてみせる。そんな君が素敵な夢をきっと叶えるその日まで、僕は決して諦めない、夢
夢を笑顔で叶える日まで。だから僕は君と共にきっと叶う夢を見る。だから君はいつまでも叶う夢を信じてください。君のことを待ってる人がいることを。だから君はいつまでも夢は叶うと信じてください。ありがとうございました。それではここで、お知らせです。集団予防接種の際、注射器の使い回しが原因で40万人以上の方が肝炎ウイルスに感染していると言われています。肝炎ウイルスに感染しているかどうかは簡単な血液検査でわかります。保健所や医療機関などで原則無料で肝炎ウイルス検査を行っています。検査は採血だけですので短時間で済みます。詳しくは最寄りの保健所、お住まいの市町村にお問い合わせください。集団予防接種などにより B 型肝炎ウイルスに感染された方には国から給付金が支給されます。詳しい資料請求はこちらまでご連絡ください。全国 B 型肝炎訴訟北海道原告団弁護団、電話番号は 011-231-1941 番、231-1941 番となっております。注射器の使い回しによる感染被害は昭和63年まで認められております。以上お知らせでした。さて、もう年度末が近づいておりますけれども、3月はお忙しいんですよ。どうですか？いや、3月、はい、まあ、肝がん検診断は検診がない月なので、はい、うんうん、あとは医療講演が、はい、3月の14日の木曜日ですね、はい、今度は肝臓の数値が異常なしでも、まあ、油断は禁物ということで、脂肪肝を見つけるために血液データの見方っていうことで、ね、うん、やりますので、まあ、自分の血液データの紙があればそれを持ってきてもらって、はいはい、話を聞いてもらえるとより分かりやすいのかなと。あと、まあ、4月に肝がん検診がありますので、はい、その受付が、まあ、3月末から始まることになります。はい、はい、ということでございます。僕も病院にいて定期的にね、採血をして検査項目がバッと出てくる、紙をね、うん、もういつももらって帰ってくるんですけれども、まあもちろんなんか H だったりとか L とかついてるところを見たりとかするんですけども、項目がありすぎていまいちよくわからないってありますよね。やっぱり異常のあるところをね、はいはい、見ればいいんだよとは言いますけどね、はいはいはい、医者の方も患者さんこれは気にしなくていいよっていうデータもいっぱいあるので、ね、はいはい、そういった意味ではここを見て良くなってるか悪くなってるかを判断してるんですよっていう説明をね、うん、聞いてもらえると、はい、先生方そういうところ見てるんだ。そうですね、やっぱり薬の副作用がないかどうかも含めてみたりとか、はいはいはい、病気の合併症のために検査してたりとかなんて、うん、まあ、ほとんどは異常なく過ごしてくれればいい検査ばっかりなんですけどね、うんうん、ですね、はい、なので見方とか勉強したいです。ということでございます。ということで川西先生の活動ですとか、そういったことブログに、掲載がされております。ブログのタイトルを教えてください。はい、肝臓病とともに生きる人たちを応援しますというブログをやっていますので、はい、ぜひ見てほしいと思います。はい、お花の写真とかですね、はい、お月様の写真とかも掲載されております。そうですね、最近月だとか星の、ね、写真もね。あれご自身で撮ってらっしゃるんですか？私が撮ってるのと、うち の花撮ってくれるスタッフがね、花撮ってくれるスタッフが最近星に興味があるってことで、まあ、初心見て癒されてくれればということで写してくれてますね。はい、
ということで、はい、ぜひご覧いただければなと思います、ということで今日もあっという間でございます。また来月よろしくお願いいたします。この時間は医療法人社団水色の木漏れ日乾燥クリニック札幌から川西輝明さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。